演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちら5種類のタルトを食べたいと思います。種類全部果物が違うんですね。これいつとも、まずこちらがいちご、ラフランス、洋梨ですね、あんず、いちじく、ブルーベリーどれも美味しそうですけど、結構あまりお店とかで見ないような果物もありますね。あ、そうでもないか。でも食べようとしてみるのは初めてです。まずはスタンダードなイチゴから食べてみたいと思います。どんな感じなのかな。断面はこんな感じですね。きっと他の3つも5つもじゃなくて4つも、なんで中間を伸ばすのか。お、正解、断面はこんな感じなんでしょう。ではいただきます。どれも甘酸っぱさはあるけど、一番美味しいのは、いずれもタルトの生地はしっとり系で、自分の好みではちょっと違ったかなと思う部分はありますね。まあ、それを前提にした上で考えると、まずこのラフランスはちょっと酸味が弱かったかな。もうちょっとラフランスの味を感じたかったなと思ったので、今回の中では一番下かな。こちらの点数とさせていただきます。まあ、まずいというわけではないのですが、ではお次はこちら、イチジクですね。これもちょっと弱いんですよね。ラフランスよりは食感を感じることができたのですが、もうちょっと感じたい、そう思えてしまいましたので、こちらの点数とさせていただきます。そしてその次がアンズですね。これは結構酸味を感じることができたのですが、やっぱりもうちょっと果実を感じたいなと思えてしまいましたね。自分が欲張りなだけなのかもしれませんが、でもあんず自体が美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。それでその次はブルーベリー。はい、こちらもかなりブルーベリーの酸味を感じることができたのですが、もうちょっといちごよりはちょっと下かなと思えてしまうような部分がありましたので、こちらの点数とさせていただきます。はい、というわけでもう言ってしまいましたが、最後は、はい、こちらに残っているいちごです。一番初めに食べたということがあるのかもしれませんが、いちごは一番甘酸っぱさの感じの中に感じることができて、しっとりとした生地ともよく合っていて、とっても美味しかったです。なので今回は一番のお気に入りでこちらの点数させていただきます。でもこのタルト、一切れずつ食べ、いろいろず食べるのもいいですが、ホールでも食べてみたくなりましたね。ホールで食べられるのかな。探してみよう。では春の日に情緒感じる、見切り発車すぎます。春の日に情緒感じる山奥で火を焚いて春の訪れを感じるのもいいですね。で、それは夏か。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。